皆さんこんにちは、本日は、パターのフェース面、またボールの芯で捉える練習方法をご紹介します。このようにクラブに T を貼り付けてセットしてください。この T の間はボールが1個は入る程度開けて貼り付けるようにしてください。この T の向きがまずはフェースの向きです。この向きをしっかりとターゲットに向けれるように構えてください。ストローク中にインパクトの時にこの T に当たらないようにするとボールの芯で捉えられます。ゆっくりとしたストロークで結構です。構えた感じにターゲットをこの T が指しているので非常にフェース面のスクエア感が分かりやすいです。向いてる方向が変わればこの T が教えてくれます。しっかりとこの T に当たらないように、まずは芯で打てるように、またアドレスの時にしっかりとターゲットを向けれるように、練習をしてください。以上で本日のレッスンを終わります。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。